この世界を生んだのは命の女神テフティ。彼女の心が盗まれた時、この世に闇が生まれた。だが闇が全てを覆い尽くす前に、海に選ばれし者が現れる。平和をもたらすために。モアナ、お前は海に選ばれた。もう時間がない。行け。テフティの心を返し、愛する者たちを救うのだ。おばあちゃん、まずは風と海の守り神マウイを探せ。マウイ、あなたの力が必要なの。私に手を貸して。なんで俺がお前に協力するんだ。じゃあな。海は私の友達だからね。しょうがねえな。でもこの冒険は命がけだぞ。本当にモンスターがいるの？行くぜ。マウイ、ダメ。私のせいでなぜ私が選ばれたの？モアナ、何を迷う。お前の心に従うのだ。モアナと伝説の海。